進めていいいきたいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう過去問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文は読まない考える2つ目が作者の主張を理解する3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識が割にない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現にて詳して、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れっていう経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者の主張を理解する英文読んでるとバッとかハヤバとか逆説の後って作者の主張がきやすいですよねでそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者の主張を理解することが正答率の向上につながります 3つ目が、英文は抽象から具体に進む。第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で、最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文を読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されてるだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されてるだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。 そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう攻略手順ですがもちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていてメインテーマを掴んでいきますでその後話の展開を類推していって類推した話の内容が正しいかどうかを確認していきますなのでまずメインテーマを掴むとでメインテーマをつめたらあとは類推確認ステップ2、ステップ3これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります私の解説とかもこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます と思います。 先ほども言ったように英文を読みませんので単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に過去文がある方は同じ場所マーキングするようにしてください。逆に言うとマーキングしていない黒文字の英単語というのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見てメインテーマをつかむそれから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、あとマーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところマーキングしていきたい ですね。逆に言うと、もうすでに分かってる情報とか出てきた話というのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かってるんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップ、マーキングしてるんだということです。では最初から見ていきましょう。はい。マルチリンガリズムということで、まずここ名詞ですね。新しい情報ですね。はい。えー、多言語の仕様ときましたね。はい。It's languages crossing the borders of nations, countries and the culture. まあ、この辺はだから、ね、多言語の使用っていうのを具体化してるだけの同じ話の繰り返しなんで、まあ、マーキングしなくてもいいんじゃないかなと思いますね。で、Rike, Spanish, in Europe and American というか、まあ、ここで具体例、ね、でわかりやすく出てきてるので、まあ、してもしなくてもどっちでもいいかなと思いますけどね、まあ、同じ話として捉えるんであれば、まあ、しなくてもいい気もしますし、まあ、任せます。 って感じですかね。はい。まあ、マルチリンガリズムだと。だから、スペイン語もそうですよね。スパニッシュもそうですね。ヨーロッパとかアメリカとか。ね、国境を越えて使われてますよと。それをマルチリンガリズムって言うんですよというふうに。これまさに英文が抽象から具体のプロセスで同じ話が繰り返されている。これ、ポイント3ですね。ということです。はい。で、次。1 third of urban Europe under the age of 35ということで、えー、35歳以下の3分の1が、はい。はずは、えー、マイグランドバックグランド。はい。 移住者なんですね。えー、移住者とかも移民か、移民なんですね。で、and his、uh, a n d this means, in f l o o of language.in f l o ですから、流れが in, 内側に来るわけですから、つまり、言語が流れ入ってくるわけですね。そうです。ね。だって、移民が来るってことは、その移民っていうのは、いろんな、そのバック、いろんな国のバックグラウンドがあって、当然、いろんな言語を話す人たちがいて、その人が入ってくるわけだから。ヨーロッパね。 ってことは当然、言語も合わせて入ってくる。ってことはこれどういうことなんですかどういうことですかマルチリンガリズムになりますよねってことですよね。いろんな言語が入ってくる。つまりマルチリンガリズムになるということですよね。だからもうここまででステップはメインテーマいいですよね。もうマルチリンガリズムですよ。まあ次も来てますけどね、また。まあ何度も何度も同じ話が繰り返されているということはそれが重要なんです。重要というのはつまりメインテーマとか作者の主張に近いわけですね。 はい。で、マルチリンガリズム is everywhere on the earth just because in the world of the British linguist. はい。えー、言語学者が、はい、出てきましたと。で、language is the creator and a creature of human society ということで、まあ、表現が抽象的ですね。まあ、わかるような、わからないようなって感じですね。はい。まあ、表現が抽象的なので、ここは、まさにステップ3じゃないな。ポイント3ですね。英文が抽象から、 ここね、この後具体化、同じ話がされてくるんだろうなっていうところをね、えー、頭に置いてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。だからここね、別に理解できなくても問題ないですね。次見ていきましょう。はい、具体化されているところを探していくと、え、a ロ g ン a g e people are able to exchange meaning. はい、meaning をエクスチェンジする、交換することができると。まあ、ね、わかりますよね。イ n ストリー i サイン science and とか、いろいろ、はい、conversation とかね、ありますけれども。あ、そうです。だから、 言葉によ言葉を、ランゲージを介して、お互いやりとりをすることができるわけですよね。はい。まあ、その意味で、なんか、クリエイターとかクリーチャーっていう表現が使われている。ということですね。はい。で、え、people do this in their life, alternating their speech style. はい。スピーチスタイ e 新しい情報名詞ですから、ここマーキングですね。はい。スピーチスタイルを変えるって言ってますね。ランゲージはい。ダイバル。 ね、えー、方言 according to different social context and conversation ということで、まあ、その状況状況に応じてスピーチスタイル。例えば、だから、か名上の人に対しては敬語を使っているとか、そういうふうに変える。 ね、ここも新しい情報ですから、マーキング。はい、それからその次ですね。ね全然、ヨーロ n ピアン o n h a は23 official and 3 working language, involving 253 two language combination for 4000の translator and interpreter という、まあ、ここ具体的な数字、非常に具体的な話になっていると思うんですけども、結局何ですかこれ言いたいことは。何を言ってるんですか マルチリンガリズムですよ、ね、これ。メインテーマですかね。メインテーマから皆さんずれないでください。英語長文っていうのはずっとメインテーマについて言ってますからね。メインテーマについて言ってて、切り口が変わっていくだけの話であって、言ってるメインテーマからずれないですからね。これマルチリンガリズムのこと、つまり言ってる。ね。4000人の翻訳者がいるってことは、それだけ多言語を使用してるから、それだけの翻訳者がいるっていうことですよね。要は はい。じゃ次。え、t h e USA has more Spanish language speakers than Spain. はい。なんか、アメリカの方はね、え、スパニッシュ話すらしいですね。で、スパニッシュっていうのが、まあ、セカンドラングエッジだと。はい。まあ、その辺も新しい情報なんで、マーキング一応しておきました。で、マ、まあ、ルキージリングリズム also, eh,、uh, encompass a writing system and sign language ということで、まあ、当然、話し言葉だけではなくて、ライティングとかね、えー、sign l a n g u だ、手話みたいな感じかな。はい。えー、もう、 でも使われますよと。はい。it's a world 300deaf sign language というと、ほら、あの、まあ、障害者の方の手話とかですよね。はい。っていうのは300種類ね、世界にはあります。はい。まあ、それぞれね、different grammar and different vocabulary を持っていると。なので、まあ、この後で、ね、具体化またね、えー、いろいろ出てきてますけれども、martially, e anti, えー、あ、あいえー、あん、あんか、u n i n t e l l i g i b ということで、理解、お互いに相互ではできないわけですね。だってそれぞれグラマーとボキャブラリーが違うから、このサインラングエッジの、はい。だからそれぞれが互換性はないんですよ、ということですね。言ってます。で、あと、設問15番解いていきましょう。はい、15番ですけど、これは not ですからね、注意をしてください。え、not なものは d です、There、is no relation between writing and multilingualism. これ間違いですよねって、マルチリンガリズムは、ライティングシステムのほら、 対応してるって書いてあるじゃないですか。はい、それから次、16番。え、16番どれが正解かというと、16番は D ですね。一番最後に書いてありましてね。えー、その sign language の話ですよね。very different a n d s i g n e r s are incomprehensible to each other. そうですね。お互いには理解することができなかったわけですね。だって different grammar だから。文法とか違う。 ま、最後、えー、マルジャリーインテ,インアアンインテリジブルとかね、言われてました。いうことです。はい。で、次、B 行きましょう。えー、今度、トーマスさんが出てきました。はい。これは新しい情報をね、名詞ですから、マーキングですね。was the first greatest of the uh, Victorian、uh, prophets と言ってます。はい。預言者だと。はい。トーマスさんっていうのは、まあ、優れた、グレイテストっていうとか優れた預言者。まあ、僕は赤でマーキングしてもよかったかもしれないですね。 はい。で、次。is a star and imagination of his writing towards the young intellectual of the 1830年生。まあ、ここら辺は新しい情報なんで、まあ、マーキングしてもいいですけど、ちょっと難しかったら、まあ、ね。 あの、読み流すという、読み流すか、読み流してもらっていいと思います。で、次、えー、アンドであるんでね。はい。まあ、並列があるんで、まあ、この後理解できればね、結局同じ話の繰り返しなんで、問題ないかなと思います。えー、っと、r <noise> イ g u l i s m o シ ah,regulism of h i はい。まあ、社会の 社会に対するか。ね、社会に対する、まあ、過激な批判をしてたんでしょうね、このトーマスさんが。How to capture some of the best mind of a、uh, conscience striking generation って言ってるんで、まあ、capture mind って言ってるんで、まあ、要は、その、心をどうしてるんですか掴んでるわけですよね。掴んでるわけですよ。だから、彼、このトーマスさんっていうのは、やはり評価されてるでしょまあ、g r テストって言ってますしね。はい。評価されてる。 ね、要は世の中の人の心をね、えぇ、ー、掴んでる。いうことをこれ言ってますね。はい。で、その後が、He was proclaimed to be a great moral leader っていうのが、まあ、いろいろね、出てきているんですけど、まあ、なんかそういう great leader、ね、リーダー的な、リーダー格の人からも、ああ、このトーマスなんてすごいよね、みたいなことを言われてるわけですね。はい。まあ、この辺はね、ほとんど greatest っていうところと、 まあ同じような話の繰り返しだと思うので、まあ読み流してもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。まあ確認しといてください。で次、やっと、はい、しかし、はい、逆説が来ましたね。ここでステップに話の展開の類推しをしたいですね。ていうか、その前にステップはメインテーマはいいですよね。これもトーマスなんですね、明らかにね。はい。で、えー、ステップに話の展開の類推しとしては逆説が来てるってことは 考えなきゃいけないことですてまずポイントにでもありますよね。えー、逆説の後っていうのは作者の主張とか新しい情報来やすいよね。っていうこともちゃんと見構えなきゃいけないし、あともう一つね、ステップに話の展開の類推っていうことですね、先ほど言った通り。はい。逆説が来てるってことはさっきまでの内容はどうだったんですか第一段落は。トーマスさんについて、プラスマイナスどっちこれグレーテストって言ったからプラスですよね。 ってことは逆説の後ですかこれ、マイナスに変わっていくんじゃないかってことですよ。これを類推してください。逆説を使って。はい。ここからマイナスに変わるんじゃないかと。トーマスさんについてマイナスのことが書かれるんじゃないかと。ここを類推してほしいんですね。はい。あとはステップさん確認していきましょう。マイナスになっているかどうか見ていくと、ほら。This role was not to last. ほら。この役割って続かなかったって言ってますよね。この役割っていうのはいいですよね。つまり Great、Greatest p r o h e t s ね。優れた預言者の。ね、さっきまで。 優れた預言者って役割があったわけです。はい。これが続かなかった。だから優れた預言者で居続けることができなかったわけですね。これマイナスだってことですよね。はい。さらに見ていきましょう。具体化されています。As England emerged from the economic crisis of the 1800年、ね。経済的な危機にね、足し、あのー、直面したみたいですね。で、えー、どうなったかというと、ほら。えー、Attack on democracy and his gloomy predictions cashed with a new era of liberal optimism. なこう自由主義的なものとぶつかって衝突してしまったって言ってますね。これマイナスですね。マイナスですね。はい。His call for moral leadership developed into an obsession with a hero worship. ね。なんか崇拝。ヒーローの崇拝みたいな。形になんか変わっていった。発展していったみたいなこと言ってますね。このトーマスさんのそのリーダーシップ的な考え方が。はい。これプラスですかマイナスですかこのヒーロー worship っていうの。 当然、マイナスでしょうね。この文脈上マイナスだからば、だからこれ、そうですね。青でマーキングしてもよかったですね。ヒーロー・ウールシップね、えー。ということです。はい。で、どんな考え方なのかっていうのは、そこの後具体がされてますね。He in the longest saw ordinary man and woman as long suffering and much abuse, but high g a の後は重要ですね。as greedy, h i shiftless と言ってますね。つまり、まあ、怠惰な存在だとか。だから要は、国民を怠惰な存在だみたいなことを言ってるわけですよ。 これはまあ、よくないでしょうねってことですよね。はい。それがま、ヒーローローシップというね。だからま、ヒーローの崇拝だから自分が優れてるんだみたいな感じなんじゃないですか。自分以外はなんかろくなやいないみたいな。なんかそんな考え方なんじゃないですかね。はい。で、次来てますと。で、次なんか人が来てるんですね。読み方よくわかんないです。はい。人が来ていて、この人は、つまり、この examine the right and f l l o of this extraordinary man。はい。この this extraordinary man で誰のことを言ってるんですか ディスってこの人って言ってるんですよ。この異常な人って言ってるんです誰ですかこのって言ってるんだからもうすでに英語本文上に出てきてるわけですよ。指示語。指示語は一回立ち止まって何を指してるのか考えないとだんだん英語長文何言ってるかわかんなくなりますよ。これ。この人、異常な人ってもう一人しか出てきてないですよ。トーマスさんしかないですよね。これはいいですよね。いいですよね。はい。トーマスさんについて調べてるわけですね。この人。 で、まあなんかいろいろ調べましたね。えー、なんて言ってるんです。まあ、ここら辺ちょっと難しいのかな。はい。まあ、でも多分大体同じような話繰り返してるんだろうなってことですよね。結局、トーマスさんの話なんでね。はい。まあ、読み流してもらえればいいんじゃないかなと思って。まあ、最後ね、わかるんじゃないですかここら辺は。はい。トーマスさんっていうのが、has read us out into the desert and he has left us there. まあ、当然いいこと悪いことで言うと、まあ、 これ悪そうですよね。砂漠に取り残してった私たちをみたいなことを言ってるわけですから。ね、だから置いてったみたいな。だから、マイナスのところなんで、まあこれも青でマーキングしてもよかったですけれども、マイナスのところならばこの辺のことを言ってるんでしょうね。あやっぱり、ヒーロー・ウォシップのあたりですよね。のことをね、なんかここら辺もほら、国民のことをグリーリーダーみたいなね、まあ見捨ててるじゃないですか、ね。なんかそんなところが表現されてるんで、まあ、だから結局同じことのね、話の繰り返しなんだろうなって感じでいいと思います。 はい。で、次、じゃあ十七番、あと説明を解いていきましょう。十七番は、まずは、え、Profit, な、予言者のところですけども、C が正解ですね。え、His ability to, eh,、uh, diagnose his, u、uh, current issues in her, in, inchant, inchant, っていうのか、e n c h a n t e his, e、uh, contemporaries, ということですけども。そうですね。彼の能力っていうのは、まあ、同僚っていうか、まあ、世の中を、まあ、魅了してましたよね。 魅了してましたよね。プラスでしたよね。この時代まだ、予言者の時代はまだプラスでしたから、ね、はい。だからしっかりプラスの選択肢を選んであげればいいんじゃないかなというふうに思います。で、次18番ですね。はい、18番どれが正しいかというと、A か。えー、はい。え、came to think that morals had to be enforced by an absolute authority. この辺がマイナスのところです。absolute アブソリュートっていう表現は英語長文本文上使われてなかったかもしれないですけども、ここですよね。似てる表現、ほら、ヒーローバーシップ。ヒーロー。ね。ヒーローの崇拝だ。絶対的なつまり権威みたいな。自分が絶対的な権威持ってるんだみたいなね。なんかそんな考え方ですよね。はい、えー。まさに A が正解です。表現が変わってるだけですね。そこにちゃんと気づけるかどうかっていうのが重要ですね。はい、次、19番。 ですけどどれが正解かというと、A が正解ですね。Fry to give his、uh, contemporaries the hope of moral recovery,、uh, recovery from the indecent conditions,、uh, conditions of their society ということですけどそうですね。これ最終的にはやっぱり、プラスマイナスでいうと、マイナスですからね。マイナスの選択肢を選んであげなきゃまずまずいですよということですね。はい。まあ、なんていうんですかね。まあ、信頼を失墜させて、 うん、まあ、指示っていうのをなかなか最終的には得られなかったですよね。ね。ェアルトゥーということです。お疲れ様でした。赤本手に入れてもう一度自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方と言い方ができるように自分の頭にすり込みをしておいてください。それから他の大学の過去問に関しても再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。